はい、皆さんこんにちは、ギシャと申します。本日はアトムの子第3話を俳優名でストーリー解説していく動画となります。山崎賢人が、松下洸平が、岸由紀乃がという形でですね、俳優さんの名前で今回のストーリーをですね、紐解いてまいります。まあ、ただ単にストーリーを追うだけじゃなくて、その間のこう解釈なんかも私の予想でございますけれども、話を進めていければと思います。ちょっとそんな動画必要ないんだけどって方はですね、上のリンクから別途徹底解説という動画すでにアップしておりますので、そちらの動画に移っていただければと思います。おそらくこちらの動画一部の方に好評でございますね。本日も一部の方向けに解説していければと思います。まあ、そうは言ってもですね、まあ、放送から2日経っているので、まあ、動画作る上で私も何回か見返していたりとかするので、実は徹底解説の動画の時には気づかなかった部分であるとか、新たな予想であるとかっていうのもですね、織り込んでいきますので、もしよろしければこのままご視聴いただけると非常に嬉しいです。じゃあそれでは早速お話入っていければと思うんですけれども、まあ今回に関してはストーリー、もちろんこの後ダイジェストで見てまいりますけれども、一番やっぱりダイジェストというか、一番良かったシーン、名シーンとしてはですね、山崎賢人さんが発したファンっていうのはという言葉だなというふうに思いました。ファンっていうのは最強なんです。いいところも悪いところも作り手以上に分かっていると。これはまあファン、ニヤリーイコールオタクと考えて、差し支えはないと思いますけれども、これはやっぱり色々な界隈のオタクというのがですね、非常にこう誇らしくなった部分があると思います。私もね、まあ色々な方面でオタクな部分がありますので、そういった人種からするとですね、非常にこうオタク、ファンを尊重している、まあ言葉であり、まあやっぱり一番応援しているってことでもございますのでね、なんか、自分自身がファンを作るとかじゃなくて、自分自身が何かのファンであることを誇らしくなる言葉を、このようにテレビのドラマから聞けたことっていうのは非常に嬉しい時間になりました。それでは早速その上でストーリーを順番に追っていければと思うんですけれども、今回冒頭のところ第2話からいきなりですね、1年が経過しまして、まあ、山崎賢人さんと松下洸平さん順調にゲームを開発しているというシーンから始まりました。このシーン非常に良かったなと思っていて、まあそれこそアイディアっていうのは一瞬のひらめきっていうのはありますけれども、やっぱりそれを開発するにはいろいろなコードを書かなきゃいけないっていう風になった時に、な3日4日でできるわけないんですよね。なので、先週から1週間後とか2週間後みたいな感じでいきなりゲームがバチンってできていたら、多分それこそゲーム開発を本当に仕事としている方々が、まあ舐めてんじゃねえよみたいな感じでですね、思う恐れもあったので、その辺ちゃんとこのゲーム開発というか、こういうそのコードで何かを作り上げるってことがいかに大変なのか、そのほら作ればいいってわけじゃないじゃないですか。そこからこうディテールをこだわったりとかいろいろ修正していったりとかするわけでございますので、まあ、その辺も非常に尊重されていて、1年一気に経ったっていうのは良かったなというふうに思いました。で、合わせてまあ1年経ってしまいましたので、まあ、銀行から融資を得ているわけでございますけれども、まあ、5000万円の融資をですね、返済しなければいけなくなりました。まあ、これ皆川猿時支店長がですね、まあ、本来であれば返済期限を延ばせるのがまあなんて言えばセオリーというか、まあ、普通はそういうことが、ね、まかり通るんですけれども、まあ、別にこれ違法なことでも何でもなくて、返済期限延ばせないから返してくれというようなことを、言います。まあ、これはもちろん裏があって、まあ、最後まで見れば分かりますけれども、この皆川猿時支店長っていうのは、ゲーム会社サガス、小田切丈さんが経営するサガスの、まあ、小田切社長とですね、もう完全に結託しているわけでございまして、でこのアトム玩具をですね、まあ、どうにかして、サガスの手中に収めようということで裏でグルになっているわけでございます。でですね、まあ、この一件によって仮にですけれども、まあ、資金繰りがうまくいかないということでどっかに買収、せざる買収してもらうしかないなというふうになれば、当然買収の候補者としてですね、サガスが手を挙げるわけでございますので、そうするとサガスが欲しがっている、アトム玩具のですね、知的財産を、ゲットすることができるわけです、買収によって。でもしここで買収じゃなくて、まあ、抵抗したとしても、まあ、銀行がその知的財産に関して担保を取っているわけでございますので、お金返してもらえるのであれば、まあ、その担保を銀行が、取得することができると。そしたらその知的財産を銀行経由で結果的にサガスに売り渡すことができますので、どの道サガスに貢献するということで、まあ、こういった、まあ、違法なことではないけれども、なんていじめを、した形となります。で、結果的に今社長である、岸由紀乃さんはですね、まあ、資金繰りに奔走するわけなんですけれども、まあ、柳俊太郎さんの二の舞にさせないということで、まあ、資金繰りに奔走する、まあ、岸由紀乃さんというのはかつて自分たちのゲームの一番のファンになってくれて、自分たちのゲームを、まあ、いろんなゲーム会社であるとかに売り込んで、まあ、資金調達含めて動いてくれていた柳俊太郎さんと被ると。で、柳俊太郎さんは結果的にサガスにゲームの権利を奪われてしまったことで、
まあ、本当に自分が全てを壊してしまったっていう責任を感じて自殺してしまったということがあります。で、その姿と今悩んでいろんなところに資金繰り奔走している岸井ゆきのさんが被るということで、まあ、これ任せておくだけじゃダメだよねってことで、山崎賢人さんと松下洸平さん2人とも意見が一致したので、自分たちもまあその資金援助であるとかですね、他の会社を巻き込んでいくという活動に関して参加をしようというふうに決意をいたします。で、その流れの中で松下洸平さんが連れてきたのはですね、パブリッシャーのヒョンリさんでございますね。これこの方でございますけれども、韓国出身の女優さんでございますので、ヒョンリさんと呼びますけれども、このパブリッシャーのヒョンリさんがですね、まあ一応パブリッシャーとしていろんなゲーム会社にゲームのクリエイターを売り込んだりとか、そういう仲介の、エージェントの役割をしているわけでございますので、まあ営業を、その飛び込み営業、ゲームのクリエイターだったらこういうやり方があるよってことを教えたりとか、まあそもそも今度、まあ日本で、まあ世界の、まあゲーム、まあ出資者が集うゲームプレゼンイベントがあるので、そこに参加してみたらであるとか、あれこれ協力姿勢を見せて、提案してくれる形となりました。もちろんこのヒョンリさんが最後に、敵なの？どうなの？みたいな感じで匂わせておりましたけれども、まあ、それまた後ほどお話ができればと思います。って感じで、ヒョンリさんは表面的には非常に協力をしてくれる姿勢を示していたわけでございますけれども、一方のですね、財務顧問の林康文さん、これね、場面写真が1枚もないんですけど、まあ、財務顧問といえば皆さんお分かりになられますよね。この林さんはですね、一貫して、まあ、SAGAS が欲しがっているわけだし、会社としてはもう立ち行かなくなっているわけだから、まあ、買収の提案を受け入れましょうってことを一貫しています。だけれども、まあ、期限は一応あるわけだから、期限までは頑張らせてくれみたいなことをですね、山崎賢人さんとかは、まあ、説得していく形となります。まあ、この林さんはですね、まあ、第2話の時点からほぼほぼ分かっていますけれども、皆川猿時支店長にどうやらこう抵抗できない、反抗できない、立ち位置の人間だと思うので、彼の意思で、意図で、まあ、このアトム玩具を潰そうとか立ち行かなくしようっていうふうには思っていないはずです。なんならアトム玩具のみんながまっすぐに仕事をしていることに関して、なんかちょっとこう自分も昔仕事頑張っていたのになみたいな感じで羨ましさ、それは多分持っていると思うんですけれども、まあ、完全にこう操り人形となっているので、こういうふうに言わざるを得ないって感じなのかなっていうふうに思いますね。来週どういうふうに転ぶか非常に楽しみでございます。で、その後、まあ、ヒョンリさんが提案したゲームトゥーマッチのイベントに行くわけでございますけれども、まあ、そこで参加し、プレゼンをするメンバーたち。しかし、そこの席に、まあ、小田切丈さんが座っていて、まあ、あれこれですね、嫌な質問をしていく形となります。しかし、その嫌な質問をいろいろと思考を巡らせた結果ですね、山崎賢人さんが先ほど私が冒頭で説明したですね、ファンっていうのは最強なんですって言葉をかけてですね、その場で拍手喝采をさらうという形となりました。まあ、ただそもそもこのゲームトゥーマッチに参加していた面々、聴衆っていうのは完全に小田切丈さんの息がかかっている面々なので、今回拍手こそ得ることはできたけれども、どこからも出資の申し出はなかったという形となりました。しかし、このゲームトゥーマッチのイベントというのはオンラインで配信もされていたわけなので、そこでですね、花子の岡部さんが、店長を務めるですね、ゲームネットカフェというのかな、の、まあ、常連客がですね、インド人の社長で、このゲームに興味を持っていたってことを聞かされます。まあ、もう時間もないんですけれども、最後のチャンスということでですね、まあ、彼にプレゼンをして、なんとか会社を救ってもらおうということとなりました。しかし、その後ですね、インド人のプレゼンを頑張ろうとしていた矢先に、全てのゲームデータが消失していたことが判明いたしました。で、これはその山崎賢人さんのパソコンだけのデータが消失されているとかであれば、もちろんそれは故障であるとか、自分たちによる人為的なミスである可能性っていうのはありますけれども、山崎賢人さんのパソコンも松下洸平さんのパソコンも両方とも、まあ、データがなくなってしまっているということは、誰かが作為的に削除したというのは間違いないのかなというふうに思います。じゃあ、真に悪いやつはこのドラマの中で誰なのかってことなんですけれども、まあ一応演出を見る感じとだと、来週の予告映像を見るとやっぱり財務顧問の林さんが一番怪しいです。だけれども、林さんは一方で今回ちょこちょこアトム玩具のみんなが頑張っている姿を見て目をキラキラさせていたりとか、今回ゲームのデータが消えたというのを見た時に顔が引きつっていましたので、なんて言うんだろうな、こういう時犯人って表情一つ変えなかったりにやりってするんですけれども、そういう感じじゃなかったんですよ。なので、データが消失するってことを知らないで何かこういうコードを打ち込めとか、ウイルスをね、潜入させようみたいなことで、
やってしまったのか、トロイの木馬的なものね、USB メモリーから入れるとか、そういったことをやらされたのか、やらされてた上でこうなることを知らなかったのか、はたまた他の人間がデータを消失させたのかってところが非常に気になります。でもね、来週の予告映像を見ると、この林さんが真っ暗なアトム玩具に懐中電灯を持って侵入してパソコンをいじろうとするっていうシーンがあるんですよ。で、そんなことは普通の人はやらないわけなので、やっぱり関わってんのかなと思うんですけれども、ただやっぱり根っから悪い人ではございませんので、来週どうなるのかなってところは非常に気になるところでございます。で、やっぱり今回気になったのがこのヒョンリさんでございまして、まあ、やっぱり財務顧問の林さんは弱みを握られているけれども、ヒョンリさんはなかなか目的が分かりません。まあ、結局、どうも小田切丈さんとこう一連卓召喚っていう、その要は、皆川猿時支店長かける小田切丈的な感じで二人が組んでる感じも、なんか、会食の時の会話にもちょっと壁があったので、そうではどうもなさそうだなっていうところがあるので、ちょっとそこ気になりますと。で、まあそこで、まあそんなことはないと思うんだけど、小田切丈さん一応ここまででもだいぶうざいので、そんなことはないと思うんですけれども、まあそれこそなんか実は小田切丈さんは何も悪いことはしてなくて、実はでもヒョンリさんがもっと悪いことをしている。それこそ例えば、その6年前に柳俊太郎さんがゲームを売り込んだ時に佐賀さんゲームをパクったわけですけれども、例えばそれに関しても別に小田切丈さん自身がパクろうとしたんじゃなくて、まあ、ヒョンリさんが入れ知恵しているであるとか、実は裏でヒョンリさんの、手元にいるクリエイターが、パクリ品を作ったであるとか、そういったこととかも、まあ、想像することはできるので、まあ、やっぱりこのヒョンリさんがすごく気になりますよね。どういう行動をするんだろうってことで、現時点で彼女は黒幕というか一番悪いかっていうと、まだ現時点では小田切丈さんの方がもちろん悪いわけではありますけれども、でもなんか一方で、やっぱりなんか、なんだろうな、目的がわからないからしばらく要注目の人物ではあるのかなってところは正直ございますよね。はい、ということで、まあ、そんな感じでございますかね。ストーリー自体はそんなに難しくないので、今回ストーリーの表面を追いながらですね、まあ誰が怪しいのかというところに関して少し深掘りをさせていただきました。前回の第2話の時点で私の中でこの柳俊太郎さんと岸井ゆきのさんの役割が非常に被って見えて、実際徹底解説の方の動画で懸念を表明しましたけれども、まあその二の舞にさせない、岸井ゆきのさんを二の舞にさせないために、山崎賢人さんと松下洸平さん自身2人がまあこうグータッチをしてですね、2人も営業に出ていくっていう展開は非常にこう胸熱なものがありまして、やっぱり見ていて非常に面白いドラマだなっていうふうに改めて思いました。まあ、来週データ消失の一件、犯人は分かると思いますので、まあ、1週間楽しみにですね、待っていきたいと思います。この YouTube チャンネル他にもですね、様々な動画、鎌倉殿の13人や PICU の動画もアップしておりますので、もしよろしければそれらもご覧ください。本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。